水戸市にあります青柳公園市民体育館です。サーバーライン茨城ロボッツはホームに群馬クレインサンダーズを迎えたの一戦、まもなくティップオフとなります。この試合の放送席の解説は茨城県バスケットボール協会常務理事の中村博さん、アナウンサー川田浩二でお伝えしていきます。ビックリカード、そしてライアン・ステファン両選手がヒップを起こして、まずはボールはロボッツに出ました。アイアンにボールが入る、バックダウンから今度はリカード、アウトサイドにボールが入った、いきなりスリーです。スリーがボールをキープ、そして前にいる相手をかわしながら当時を後ろを見ました。逆サイド、いきなり打ちました、ヒヤオナ、来た、スリーポイント成功です。先方は6対2、第1クォーターロボッツリード。まさに今シーズン最後のクォーターのボールをフェイドアウェイのショット入りました。サイドバックのところから、そして久保田がフェイクでリカードに託して、リカードスリーポイントまた来ました。リカード、今日はスリーポイント2本、パスミスが群馬にあって、ロボッツマニアが取って、また長いドリブル、最後はワンハンド決まりました。すごいですね。いや、中村さん、もうタイムアウト取るしかないですよ、ね、いや、先に平岡ヘッドコーチ、群馬がもうこれは大変、ロボッツ攻めに来た、平岡バウンドパス、リックリカード取りに来て、アウトから速いパス回し、回りますよね、高橋雄二、左のウィングカー、右のウィングカーでした。大方9割方はまたマニアにボールが入って、そして久保田ゴールした、繋がりました。第1クォーターは30得点のロボッツですが、1分を経過してマニアからチームへ、おっとアリウープ、すごいの出ましたね。左のアングルから、左のウィングのポジションから、久保のケネディ突破上がる、インサイド、どうなった、これはチームはなんとか守りました。相手も中選手は頼りになりますよね。ゴール下では中が待ち構えていて、ケネディを止めました。さあロボットの攻撃、マニアボールが、マニアスリーが来ました、スリーポイント、右のリングからスリーポイント、回ったボール、もう一回リカードに戻ってきた、前にはステファンがいる、ステファンとのマッチアップ、外に散らして入ってくると、どうだ、高橋雄二、はい、ジェイクを入れてシュート、そしてファールをもらって、バスケットカウントだ、リングに2つ入って、サイバーダイン茨城ロボッツ対群馬クレインサンダーズの一戦ですが、前半終わって40対38と2点を2ポイント茨城ロボッツがリードしています。少しアウトサイドに下がりながら受けました、高橋雄二、逆サイドに振って、高橋雄二ディフェンスの逆を突くのか、平尾から外から打ちます、スリーポイントシュート、そしてその後倒されまして、フリースロー、そしてリクリカートのジェスチャーなんですが、プレーオンです。群馬、高橋雄二スイングをした、群馬の攻撃は止まる、そして高橋雄二、今この時点では名古屋が 0.5 ゲーム差、あ、なるほど、ということになってますが、時間差ということなんですが、久保田打ちました、2ポイント、これ試合を戦っているのです。さあブースターの声援を向けました、高橋を取った打ちは入りました、ボードに上がって、このようには高橋雄二、今度は外に散らして、そしてダンクを決めた、中出ましたね、だから今度は高橋雄二、一旦フェイクを入れて中に入ってくる、外を見たあたり自分で行く、ね、そしてリックはリカート、高橋雄二のショットが落ちたんですけど、ありましたね、はい、いろいろありますからね。さあ前田クイックシュート、スリーが決まった、ビックリカードが終始ロボッツリード。さあどうだ、今度は平野のジャンパー、スリーポイント打ち抜いた、右サイドにいました、そして中央には今度は前田、前田スリー、また来た、またスリーだ、なんとなんと、今のキープ、高橋雄二が左下右にいたんですけども、リカートを使いました、また今度はスクリーンをもらった、前田ショット、またスリー、すごいですね、74、岡村フェイクを入れる、さあそして今度はどうするんだ、高橋雄二から平尾の初回しをする、平尾ジャンプシュート、これが決まりました、2です、7、立ち上がるブースター、青柳高原新体育館、今日も楽しく勝ちました、ファイナルスコア80対63、連勝記録も13から10に伸ばして、そして再び名古屋と並んで10と奪い返しました、茨城ロボッツ。